キング・アンド・ピンス・平野の仕様、午前1時のリハ中にハプニング、夏、ジュールとか行けてないので、思い出、と笑顔。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気アイドルグループ、KNG& ピンスが14日、日本テレビ系朝の情報番組、ジップ、に生出演。 メンバーの平野紫耀が午前1時に起こしたハプニングが明かされ、注目が集まった。メンバーがスタジオに登場すると、同日朝に収録されたこの発売の新曲、トレーストレースのパフォーマンス VTR が放送された。途中から足元に水が溜められたスタジオセットで踊りながら歌う形式となり、メンバーが動くたびに水しぶきが舞い上がる演出だった。 VTR のちには、同日午前1時に行われたリハーサル中のハプニングの話になり、その当時の映像が流れた。リハ中、軽やかにメンバーが水上で歌い始めたかと思うと、数秒後に平野が足元を滑らせ、派手に転倒。水面に両手と膝をついてずぶ濡れとなった。メンバーが、大い、仕様。 早いって、と口々に声を上げ平野はバカ滑る。バカ滑る、と目を白黒。なんで深夜1時にこんな濡れなきゃいけないんだ、よっと泣けいた。VTR 終わりに、スタジオの水占い朝さみやなから当時の状況を問われると、平野は夏、ルールとかいけてないので思い出作っていただいてすごく気持ちよかったです。と、ポジティブに笑顔で振り返った。 その後、TikTok で総再生数十億回突破したという人気曲、一番を生披露した。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。